動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この動画面白いと思っていただけたらコメント高評価グッドボタンチャンネル登録をお願いします。鳥取県旅行もクライマックスに近づいてきました。そろそろ美味しいものが食べたいところですね。というわけで去年の話になるんですけれども、大変視聴者の皆様からご好評いただいて今も再生していただいています。鳥取県が誇るご当地ラーメン、こちらの元祖のお店を皆さんにご紹介したいと思います。銀座で僕が食べに行った神徳という牛骨ラーメンの名店、こちらは実を言うと本家本元の本店が東白郡の琴浦町にあります。その本店の元祖の味をこれから食べに行きますので、ぜひ最後まで見てください。では今回の旅を始めていきましょう。では神徳1号店到着しましたのでご紹介します。これが神徳1号店です。というわけで今日は家族と一緒に、出演はしないんですけれども、カメラの前に出ないんですけれども、家族で仲良くこの神徳赤崎店1号店さんの元祖の牛骨ラーメン食べたいと思います。行きましょう。というわけで無事に神徳赤崎店さんの店内に入店することができました。これからメニューを注文します。メニュー表なんですけれどもこんな風になっています。1号店さんのメニューこんな感じで、牛骨ラーメンだけじゃなくて味噌ラーメン、豚骨ラーメン、焼き豚、ちゃんぽん、定食あります。ラーメン以外の定食料理もかなり充実していますね。こんな感じになってます。今日はたくさん動き回りましたので、ちょっとアルコールを入れたい気分ではありますね。牛骨ラーメン神徳赤崎店さんで気をつけていただきたいことが一つあります。それはクレジットカード使えない、支払い方法は現金のみということでご注意いただきたいなと思います。こんな感じです。はい、うちの両親と妹ちゃんのオーダーが来ました。両親の方はコスラーメン定食、妹ちゃんはラーメンのショーです。はい、ということで僕のオーダーも来ました。僕が頼んだのはラーメン大盛りの牛骨ラーメン定食です。早速いただきたいと思います。いただきます。はい、ではこちらのバオシンの専用前掛け、ただの手拭いですけど、こちらをセットアップします。そしてビールも頼んじゃいました。これでいきます。あまりうまくないかな。はい、ビールでーす。じゃあしつけの一杯いただきます。うまいっす。ビールの方が先になくなりそうですけど、じゃあいただいていきましょう。一番僕が欲張りだったかもしれない。すごいですよ。でも普通出てこないコロッケがついてる。コロッケなのかわからないけど、じゃあこのコロッケを先にラーメン食えようって話してコロッケに気になっちゃったんで、このコロッケいただきます。お行儀は良くないかもしれないんですけどね。じゃあいただきます。
じゃがいもがホクホクだ。じゃがいもがホクホクだ。おいしい。こんな感じの感じ。じゃあね、ラーメンいただきますよ。レンゲもあるのでレンゲも使いながら。ああ、1年ぶりの味だ。1年ぶりに久しぶりに味わうこの味わい。あっさりとしているのに食べやすくて何回でも食べたくなるこの味。もう一杯いきます。やっぱりこれがね、鳥取の味ですよ。ビーフフレーバーにこのラーメンが絡む素晴らしい。ラーメンのトッピングはほんとシンプル。卵でしょ、それからこのチャーシューでしょ、そしてネギ、そしてこのメンマ、これだけ。シンプルイズベスト。最高、最高イズ最強。卵いっぺんいっちゃった。超太麺を使う場合もあるじゃないですか、つけ麺とかね。あれはなかなかつるっとはいけないんだけど、この牛骨ラーメンの場合であればつるっといけられますね。チャーシューもいただいちゃいましょう。天国にいる気分、気分はヘブン。ダジャレが強すぎるわいという。幸せだな僕は。本当にうまい。ではね、僕の感想だけを聞いてもいけないので、妹ちゃんに感想をリアクションで聞いてみたいと思います。上徳さんのラーメンはどうですか？震えが来るぐらい美味しいそうです。まあ、妹ちゃんのリアクションはすごく良かったね。今度はバオシンパパ、僕のパパの方にも、僕がいろいろやってる間に食べ終わっちゃったので、上徳さんのラーメンの感想を聞いてみます。上徳さんのラーメンどうでしたか？すごく寡黙なんですけども、うまかったというリアクションでした。最高です。最高の笑顔をいただきました。というわけで、上徳長崎店さんの牛骨ラーメン定食すべて完食しました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。今回の動画いかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。この動画面白いと思ったらコメント、高評価、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。